子供たちは長く辛い行程の末に目的の収容所があるという溶岩地帯にたどり着いた。辺りの岩が次第にゴツゴツとした黒い岩が多くなり、着実に近づいているという気分を高める。もうすぐ会えるわ。
心なしかラジオの声の調子も弾んでいるように聞こえ、子供たちの胸も高鳴るのだった。大きく育って。任せて。これいいね。行こう。僕らの勝ちだよ。
信じて。私がそばにいるわ。ヒーロー参上。できたよ。楽勝さ。僕がやるよ。なんだい？ありがとう。いや、そうね、別に。よし。私がそばにいるわ。任せて。
さないで。そこだ。帝国軍との戦闘後、破壊した兵器を調べると、妙なメッセージが書かれた書簡を発見した。子供たちはそのメッセージは読めなかったが、ブリッツだけは一目それを見て、さっと緊張を走らせた。どうした？ブリッツはメッセージの内容には触れず、書簡を破り捨てた。メッセージの内容はわからないが、緊張感は伝わってきた。
来いよ。いいね。僕らの勝ちだよ。よし、行こう。よし、行こう。
出して。おしまいだ。溶岩地帯に入り、ベルマン帝国軍との交戦が続いた。
ているようね。要塞化されていると言っても差し支えないほどよ。でも油断しなければ大丈夫。あなたたちとタラニスならね。行こうか。攻撃の準備を。お前らはおしまいだ。
出して。終わりじゃないよ。ここで終わらせる。怖くないよ。Yeah.